こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。コロナウイルス発生後の最新の中央輸入の転売や規制や輸入代行や配送状況などを説明しますというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい、この動画ですね、今最新の中央輸入ですね、コロナウイルス発生後の中央輸入の最新状況をぜひね説明させていただきます。はい、まずこちらなんですけど、配送状況からですね、これはですね、今日本政府から本数ですね、中央から日本に配送する、飛行機の便ですね、これがですね、かなり少ない数ですね。それとですね、船ですね、船も結構少ないので、やっぱり1週間ですね、1週間から9日を見ていただければいいかと思います。はい、配送会社によってですね、代行会社、いろいろあるんですけど、値段はですね、高いところが上がってます、かなり。はい、なので、その点をね、把握していただければいいかと思います。はい。ぜひね、その点気をつけてみてください。はい。その次、転売ですね。転売はですね、やはり売れにくいですね。で、売れやすい商品はやっぱり売れてます。はい。なので、売れやすい商品を、ね、仕入れて売っていただければ、まずはね、問題ないかと思いますし、あとですね、武漢の方がですね、今解除されましたので、これからね、中国全土の商品をね、仕入れることが可能になりますかと思います。はい。なので、その点はね、非常に幸運ですので、その点をね、うまく利用していただければいいかと思います。はい。こちらですね、チャンネル登録お願いします。あとね、ゼロ点転売込みですね、下の方ですね、こちらの方に移動になりました。こちらの方が、ね、ぜひね、登録お待ちします。あとですね、今回動画ですね、等で悩みですね、悩みとか、質問とですね、まあ他にもあるんですが、ぜひ LINE アット登録会にね、説明してますので、お答えですね、ぜひお待ちします。よろしくお願いします。今回の動画は以上となります。幸いご視聴いただきまして誠にありがとうございます。次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。